次に、今度は先ほどの基本姿勢で走って、動きをつけてレシーブの練習をしたいと思います。基本姿勢を保ったまま、足首を曲げたまま走る、生徒には忍者のように走るというふうに言っていますが、まずは一列に並んで、はい、どうぞ。腰を入れてください。腰を入れてください。はい、背中曲がってるよ。低いまま、そうです。はい、はい、はい、いいです。このように低い姿勢をキープしたまま走るという練習を行っていきます。ただその時に腰がどうしても、入りづらいので、手は前に置いたまま走る。なるべく腰を入れて低くして走るっていうのがポイントになります。じゃあちょっとボールをつけてやってみましょう。はい、いけ、そうそう、残してキープして、そう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 、はい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 、ですね。はい、ちょっとやめてください。その時に気をつけるところ、今、手を置いてくれてますけど、低い姿勢を保ってボールを下からずっと見続けてください。ぐーっと自分が腰を落としている状態をキープして、そのまま走って、そして今度はしっかりと走った後に、回るところまでおへそを向けたまま、相手を見ながらずっとボールを見ながら動く、この姿勢をみんなでもう一回意識してください。はい、やってください。では今度は右も左も行きます。とにかく右に行っても左に行っても、必ず目を残して後ろに下がるところまで意識をしてください。はい、スピード上げます。ういはい、スピード上げて、はい、そう、リズムを自分で作って、はい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 、いいです。今のように足首を曲げたまま、目線を落として、そして、リズムを作って、どんなボールにでも対応できるように、曲げること、基本姿勢をしっかりとることによって、動きの中で覚えていくと思います。